ください。階段がもうないっす。そしてあるのはロープ。こんにちは、東南ベルマーレストラクラブ背番号15、北井元気です。本日はですね、こちらです。はい、箱根ですね、神奈川県箱根町にある金時山に来ております。今回はですね、山を、登っていきたいと思います。このチャンネルはですね、青少地域のですね、ものや、お店や、人をですね、紹介していこうということで始めておりまして、今回はですね、場所ですね、ぜひ山を紹介していこうということで実際に登っていきたいと思います。登る上で、今日ガイドの方にも来てもらってるんですけど、僕ちょっとあまり情報をあえて仕入れずに、実際にもうここはどういう山なんだっていうのを皆さんと一緒に、知っていきたいと思いますんで、一緒に楽しみましょう。ではレッツゴー。はい、では今から、実際に登山をスタートします。今回のゲストはこちらの方です。はい、一応ね、湘南ベイロックのメンバーでもある、金時山のパパンこと湘南ゴールドエナジーのパンダです。ではパンダさんがガイドしてくれますんで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ私はね、ちょっと普段ね、この金時山にね、ほぼ住んでると言っても過言ではないんですけど、見た目がそうですね。はい、元気さん、山登りってしたことあります？僕はですね、はい、市原市の大山、はいはいはい、あとは高尾山、あ、この2つは登ったことあるんですけど、はい、結構登ってますね実は。はい、そうなんです。この金時山ってすごいライトに登れるんですよ。結構だから大山と高尾山登ってれば登れますし、まあ、普段もうバリバリ運動してるアスリートなんで、はい、まあ、そう問題なく登れると思うんで、まあ、このね、県西地域でも金時山って一番県西地域で標高高いんです。ほら、標高 1212m で、まあ、箱根外輪山の中で一番高い山なんで、まあ、ちょっとね、今日その頂上から来年度のね、ベルマーレストラクラブのね、躍進も祈って、確かにね、いろいろ登山して、ね、まあ、そのポイントとかも私ね、元気さんにね、教えてって、ちょっと元気さんを金時山のね、ファンにしてしまおうと思ってるんで、今日はよろしくお願いします。楽しみです。お願いします。はい。じゃあ、登っていきましょう。はい、行きましょう。行ってきます。はい。行くの。元気さん、登山っていうのは、はい、歩く距離よりも、獲得標高って言って、どれぐらいのね、標高登ったの方が難易度の指針になるんです。なるほど。獲得標高って言うんですよ。そうっていうんですよ。で、この山、今の登山口、金時神社から歩きだと、はい、たった 2.2 キロしかないんです。あら、そんなもんね。そう。まあ、そんなもんね。うん。平地で 2.2 キロだとすごい楽じゃないですか。そうですね。ただ、獲得標高として、今のところが標高680メートルで、頂上1212メートルあるんで、もう500メートル以上、標高を獲得するんで、はい、まあ。そんな本当に難易度高くないんですけど、やっぱね、終盤とかちょっとね、結構ガッツリ登るところもあるので、それは楽しいですね。はい。はい、今のところね、まあ、よくあるというか、はい、そんなに傾斜がきつくない階段を進んでますから、そうですね。そこがどうなってる、つまりライトな登山って言ってましたもんね。そうです。片道、カタログに乗ってるタイムだと80分です。80分。はい。まあ、今日はね、はい。70分ぐらいで制覇したいな。そうですね。まあ、今日はね、撮影もあるんでね、急いで登るわけじゃないですけど、はい、まあね、元気さんアスリートなんで楽勝だと思います。そうなんです。そこは楽勝で登り切りたいですね。はい。ちょっと待ってください。はい。急に、はい、道が出てますけど。そうなんですよ。急に。山道歩いてて、石と木と、ね、急に、すげえ綺麗な道出てきた。なんだと思います？これなんだろう、なんですかね。でも、え？どこに繋がってんだろう。はい、クイズです。どこに繋がってるでしょう、この動画。突然クイズ始まった。多分今年中には開通するのかな。そっか、この感じまだ開通してないんですね。そうなんですよ。もうずっと工事してるんですけど、いよいよ多分もうすぐ開通なんですけど。どこに繋がる？はい。ここでだからな。うわー。ヒントは、ベルマーレフットサルクラブのホームタウンにもなってます。来た。山来た。惜しい。海瀬。惜しい。多い。惜しい。惜しい。え？金時山には、もう一個足柄から来れるルートがあるんです、はい、南足柄市。あ、南足柄市に繋がってる。そうなんですよ。ここはずっと工事してて、
あのもし開通すると南足柄から箱根までこれ直線です。はい、へえ。まだ箱根から帰る時とか、まあ、東名高速からやっぱ足柄が近いんで、東名高速から来たお客さんが箱根来るにすごい便利になる。なるほど。はい。ということは開通したらここでパッて下ろしてもらえればショートカットができるかも。そうなんですよ。そういうことですね。はい。なるほど。まあね、元気さんはね、トレーニング方が開通したら走ってくるかもしれないんですけど。確かに。はい。行きましょう、走って。はい、走って元気に来てください。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ続いていきましょう。ちょっと見てください。見てください。岩？そうです。しかも見てください。木でね、押さえたんですよね。そうなんですよ。あれずらしたらないです。これですよね。バババババってきます。ですよね。これやばいやつですよ、これ。はい。そしてこの岩は何かっていうと、金時宿り石っていうんです。金時宿り石？はい。まあ、ここは、この金時山は、高田の金時、まあ、金太郎が生まれた山なんですよ。そう。ここで金太郎がちっちゃい頃お母さんと雨宿りしたって伝説があるんですよ。へえ。この木石見てください、上から木生えちゃってすげえ。もうすごい、いつからあるのかって感じなんですけど、はい、だから雨が降っても安心ですね、金時山。安心できます、この木で雨宿りできます。雨降ったら皆さんここで雨宿りしましょう。なんか入ったらワープできそうです。確かに神秘的なのありますね。そうですね。でパワースポットなんてどう考えてもちょっとね、なんかこうご利益いただいておきます。やっていきましょう。はい。まだ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 期待選手余裕そうですね。まだまだ余裕ですよ。ケンケンできる。ケンケンで。ケンケンできる。はい。元気さん今ねもう後半に入ってきて、はい、景色のいいとこ来ましたよ。そうなんですよ。見てください、いい景色。はい。お湯回しって景色となって、はい、やっぱねこの いいですよね。これあれゴルフ場とかシノクは見えるんですけど、いやー伝わります、すごいですよ。もうバーンって景色広がってるんですよ。壮大、うん、超綺麗で、ちょっとねこのユニオン見て今私思い出したんですけど、ほぼ毎週土曜日に、ね、この山にロドリゴ選手のあのボレーロユニフォームっていうんですか、赤いユニフォーム、はい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 、で登ってる人に私何回かすれ違いましたし、ツイッターでもしょっちゅう見ますね。へえ。でもロドリゴさんユニフォーム着てるのももちろんいいですけど、元気さんユニ着て登ってる人が着てないとね。そうですね。皆さんあの今、はい、2021、2022シーズンのユニフォーム先行配布してるんで、それぜひ買っていただいて、着いたら着て、どこどこで元気に来ましたみたいな写真をですね、ツイッターなり、インスタなり SNS 上げていただいて、ぜひハッシュタグ来た元気入れてください。そしたら僕見つけに行きます。じゃあまずこのパンダがやっちゃおうかな。お、はい。パンダにじゃあ来てもらいましょう。そうですね。来年の日本は15番で。はい。発注よろしくお願いします。でちょっとねもう一個金時山小ネタを話すと、今日も早朝なんですけど、はい、まあ、金時山ねライトに登れるんで、はい、仕事前に登る人結構いるんですよ。仕事前。まあ、湘南の阿蘇サーフィンに対して足柄の阿蘇登山ってことですかね。なるほど。はい。で私も結構登ってるんですけど、今日は141回目です。141回目。はい。元気さんは今日記念すべき1回目です。1回目。ここの頂上のある山小屋に100回以上登った方は名前と回数がね札がこう飾られるんですよ。私も飾られてるんですけど、あのパンダって書いてあるんですけど。ちょっとそれあの楽しみにしますね。はい。でトップの人は5000回以上登った人が5人いるんです。とんでもないですね。そうなんですよ。とんでもない。5000回。5000回以上が5人います、この金時山は。すごい。でも確かに朝気持ちいい。今日本当朝早いんですよ、これ。そうですね。早いんですけど、気持ちいいですね。そうなんですよ。まあ、戻り終わってないですけど、ちょっともうすがすがしい気分で登れてますし、景色もこれ途中で。いい景色見れるんで、いろんなルートもあるんで、ちょっとね今日は多分元気さんきっともうハマってると思うんで、まずはこの回数目指すんじゃないですかね。来た、15回いけるかな。まあパンダがいつでも行ってくれれば連れてくるんで、皆さん15回はい、じゃあ元気と登山したい人募集します。はいはい、元気さん残り20分でもう終盤ですね。来た、今何分ですか、残り始め今48分。あ、いいペースですね。さっき言った大体70分ぐらいが平均なんで、平均より早いペースです。これね、金時山って重層って言って山と山つながってるんで、いろんな山行けるんです、はいはいはい、あの今登ってきた山とはちょっと違うルート行ったら明神ヶ岳っていうルートも行けるんで、はいはい、これがこっちですか。そうです、そっちの明神ヶ岳は、南足柄の大乗寺っていう有名なお寺からつながってるんですけど、とってもいい山なんでね、ただこのね登山シリーズだけでちょっといっぱいこの県西地域の魅力紹介できそうですよ、ね、確かに、はい、山とか全然僕詳しくないですね、うん、まあ、でこれをきっかけに ね、あの、うん、山を詳しくない方はですねこれを見て、あ、
なるほどと。じゃあ僕も私も登ってみたいなと思ってくれたら嬉しいです。はい、じゃああともう残りちょっとなんで。行きましょう、ラストスパート。いやー、来ましたよ。もうちょっと。もうちょっとです。もうちょっとな感じはしてます。どうですか、体力は。余裕です。フットサルの試合でいうと、今何分目ぐらいですか。前半2分。あ、余裕ですね。余裕です。まあ、下りもあるんでね、やっぱ後半戦は下りですからね、まず。こっからです。はい、じゃあ残りちょっと頑張りましょう。頑張ります。ください。階段がもうないっす。そしてあるのはロープ。階段がない。ロープがある。こういうことですね。いきますよ。こういうの好きですか。いや、これね、ワクワクしちゃう。ワクワクしちゃう。少年の気持ちだ。よっしゃー。あとちょっとですね。はい。よし、行きましょう、ラスト。頑張れ。元気さん、なんかちょっと雰囲気変わります。ちょっと。頂上来たんだよ、これ。はい。来たんじゃないですか。行ってみましょう。ちょっとこれは、ほら、ほら、来た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 。あ。どうこう、1200m。来た。実際に一番上の登った瞬間、時計飛びますからね。はい。見てください。今日富士山もね、映ってる。すごい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 。お。時計飛びました。はい。本日の記録1時間7分30秒です。いいですね。ありがとうございます。そしてまさかり、ここが箱根町の標高 1212m 一番高い金時計もスポットです。まさかりですよね。まさかり、まさかり。このね、バンとか見るとどっちに何があるかとか思います。富士山の方角にちゃんと富士山ありますよ。はい、見てください。これ、ね、もっと天気いい時はもう聞く分一つない。今の富士山は御殿場のあれ自衛隊。あ、そうです、御殿場自衛隊のさっき砲撃の音、この山々を挟んで箱根町、さっきの見たところはもっと綺麗に見えますね。あっち側の湯気出てるところが大涌谷ですね。そうです、見えます、あの大涌谷。あそこであの黒卵があるわけですよ、皆さん。あ、うちのね、完璧ですね、さすがスポンサー。黒卵、うん、すごい、めっちゃ綺麗。モニが見えるすごいですね。こう、そう、ここをトレイルランニングの練習する人は朝から箱根湯本から登って走って山全部登って、足の降りて降りて50キロ走ったりっていうのをこのパンダも実はやったことありますな。8時間ぐらいかけて50キロ。8時間ですよ。50キロ山を走るんですよ。とんでもないですね。県政地域ね、普通さんもそうですけど、スポーツやるのにすごいいいですよね。はい。でもこんなね、山、綺麗な山があって。こうまあ、1時間かかってますけど、まあ、1時間ぐらいで登れるっていう山を知らなかったんで、こうやって知ることができて本当に良かったです。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。まだね、時間的に、そして朝ごはんの時間なんで、ちょっとこれから朝ごはん行きましょう。そうです、今実は今9時です。朝9時です今朝9時です。箱根町ですね。箱根町、箱根町、神奈川県です。神奈川県で、ちょっと見えるかな、見てください、あっちの看板。行ってみますか。あっちの看板ちょっと見てください。静岡県、これ県境ですよ。山の頂上って感じしますよね。こうなってるから、うん、こっち側が箱根で、こっち側が静岡ってことですよね。そういうことですね。うわーすごい、すごい、県境にいる箱根、静岡、箱根、静岡、箱根ってことですよね。そういうことですね。やりたかった、ここでやりたかった。神奈川に、神奈川を紹介するはずが、いやー静岡紹介しちゃった箱根、静岡、箱根どうですか元気さん、あのここは金太郎が生まれた山なんで、気分は。え、実僕金太郎でした。あ、来年からじゃあキャッチコピー変更ですか。湘南の金太郎、来たい元気いいですねいや、こんなのもでも持たせてもらえるんですね。そうですね、テンション上がっちゃいますね、これ楽しくなっちゃうわ。ここで期待元気ポスター撮るのありですね。そうですね、皆さんポスター貼ってもらえるかな。ちょっとなんかあの特徴的なポーズやっといて、ファンの人にここでやっぱやってもらうような感じにしたいですね。ここだったらやっぱあれかね、こうですかね。いいですね。ファンの方、ここで元気さんと同じポーズでぜひ写真撮ってみてください。ですね、うんうん、金太郎って熊と相撲するんでしたっけ。そうですよ。パンダと相撲。パンダ熊行きますか。パンダ熊ですよ。よーい、残った
いい勝負やっぱり太郎選手は勝てないですよ、相撲も。太郎の勝ちです。勝ちです。イエーイ。湘南が金太郎。